埼玉県出身、高校2年生17歳の遠藤理子です。私は桜坂に加入してから、ありがとうっていう言葉をもっと大切にしようって思うことができました。最近は感謝しきれないくらいたくさんの方に支えられています。昨日今日のおもてなし会でも、バディーズの皆さんにもっとたくさんありがとうございますと言いたいなと思いました。バディーズの皆さんは私たちのことを温かい声援とともに優しく受け入れてくださいました。本当にありがとうございます。そしてまた一つ目標ができました。それはバディーズの皆さんに、私が桜坂に加入したことを、加入してありがとうって思ってもらうことです。いつかそう思ってもらえるように精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。